RP1 ステッパーゴ。今回ね、エンジンオイルとオイルエレメント交換していきます。で、オイル入れるところ、で、見るとこ、ゲージです。で、上げてね、まずね、カバー外していきます。でね、カバーをプラス、プラス、プラスやったかな。で、ピン、ピン、ピンですね。で、ピンはね、外側が回らないようにしてね、優しくね、このプラスをね、回します。こんな感じです。あとはね、一緒なのでね、外したとこいきます。で、カバー外すとね、後ろ側にね、ドレン、前側にね、エレメントで、工具ね、17です。で、反対側からやる場合はね、締めると緩みます。パッキンね、新しいやつに変えます。で、最近ね、薄くなってるのでね、極力分厚いやつ入れてください。で、エレメントね、レンチ63、で、ちょっとね、エレメントの部分ね、出すので下げます。こんな感じでね、下げるとね、出てきます。まあ、10分ぐらい下げてからね、また上げます。30分ぐらいね、だったのでね、エレメントね、つけていきます。で、まずね、パッキンにね、オイル塗ってつけます。で、エレメントね、多分ね、14、5ニュートンぐらいだと思うんですがね、18で締めます。で、締まってるかだけね、確認しておいてください。あれからね、10分ぐらい抜いたんですが、ポタポタ止まらないのでね、これぐらいにしときます。で、締め付けはね、38で締めます。ホンダのね、分厚いパッキン使ってる場合はね、まあ、40ぐらいで締めてもね、大丈夫です。まあ、締まってるかだけね、確認しておいてください。で、下ろしてね、オイル入れていってね、ちょっとローテーションするのでね、とりあえずオイル入れていきます。で、エレメントなしでね、3.6 だったのでね、3.7入れます。
まあ、ちょうどぐらいです。これでね、30分ぐらいエンジンかけます。その間にね、奥のリフトでね、ローテーションします。でね、メンテナンスランプね、消します。このね、セレクトやったかな、このボタンね、長押しです。さあ、こんな感じでね、消えます。で、もう一回ね、長押しです。これでね、1万キロにね、普通ね、表示出るんですがね、もうこれでね、1万キロにね、設定されました。こんな感じになりました。ブレーキ大丈夫です。後ろもね、あります。トルクキープね、ちょっとだけね、もう錆びてないのでね、ちょっとだけ塗ります。まあ、これガジリ防止ですがね、成分一緒です。で、後ろのタイヤはね、溝があるのでね、この石ですね。あとパンク、これね、必ずね、取り付ける前にね、点検しておいてください。で、エアはね、最初に合わせたのでね、タイヤだけ締めていきます。動画はね、1本だけにしときます。タイヤね、全部締め付けてキャップつけたらね、ちょうどね、30分経ちました。オイル漏れね、見ていきます。大丈夫です。ちょっと熱いのでね、手はね、ちょっと危険です。大丈夫です。まあ、物理もね、大丈夫でした。でね、もうオイル漏れね、確認できたのでね、カバーつけます。カバーの注意点ね、こいつね、こいつがね、よくずれるのでね、ちょっとね、ずれないようにね、締めて入れて、奥までね、入れといてください。あとはこういう状態にしてね、まあ、抜いてもいいんですがね、前側をね、3箇所引っ掛けてね、それからね、さっきのね、このビスの相手側ですね、そこが合ってるかどうかね、確認して締めてください。取り付けはね、省略します。下ろしてね、オイル見るとこからいきます。オイルの量ね、確認します。微妙にね、ちょい下ぐらいですね。今 3.7 なのでね、 3.8 ぐらい入るかなと思います。まあ、抜く時間とかね、量でね、変わってくるので、ね、その辺は調整してください。ただ通常でしたらね、多分 3.7 ぐらいだと思います。
でもうちょっとね時間を置いてからね微調整するのでね、動画はねここまでにします。 3.7 から 3.8 ぐらいだと思います。で今回はねオイルエレメントで、まあローテーションねやっていきました。で注意点はね、後ろのタイヤね、あの石がね結構詰まったり、ちょっとね金属部がね刺さってたりするのでね、それをね確認しておいてください。他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。